こんにちは、日本見守り党の東雲真子です。2024年6月4日ついに石丸伸二氏の後援会が発足し、多くの支援者が集まっているようでした。また当チャンネルで直近に取った石丸伸二氏がどれぐらい票を獲得するかというアンケートでは、半日経った現在2万6000人の方からの投票があり、なんと300万票以上が 45% という結果になっています。もちろん期待値が大きく、かなりバイアスがかかっているかと思いますが、少なくとも大きな期待が国民から寄せられていることは事実のようです。試験では今のところは100万票あたりかと思いますが、今後の選挙活動そして情勢の変化により、どれだけ石丸氏の顔と名前と思想が浸透するかが明暗を分けそうです。その鍵の一つになりそうな後援会が6月4日ついに発足し、 X のアカウントが作られていました。すでに3500人以上の方がフォローし、多くの応援コメントが溢れています。とにかく期待、応援しています、頑張ってください。少額ではありますが支援させていただきました。次世代のための戦い、共に頑張りましょう。寄付させていただきました。ボランティアもぜひ参加したいです。これからの東京そして日本をよろしくお願いします。また当チャンネルのアンケートでも、石丸氏を応援する声とともに、堕落した政治へ関心を持たせることに寄与したことも石丸氏に期待する要因となっているようです。この人のおかげで今の政治が腐りきってることにみんな気づいた。傍観者じゃいけないっていう信念を見せてくれた。東京のために日本のために当選してほしい。300万票以上の得票を期待したいが、小池、蓮舫両候補が持つ組織票を考えると現実は相当厳しいと感じている。予想外の結果となり石丸知事が誕生することを期待している。一方、対抗馬である蓮舫氏や小池知事は事前運動で堂々と公職選挙法違反をやらかし、また学歴詐称疑惑も解決せず、どんどんと評価を下げています。立憲民主党や共産党など固定の支持者からの得票は計算できますが、無党派層を取り込むことはなかなか難しそうです。その無党派層こそ今回石丸氏が狙う層であり、今まで選挙や政治に関心のなかった層を一気に取り込み票を獲得したいところです。そもそも認識また大前提が違っております。それは、私はカイロ大学正式に卒業しているというその一点でございます。で、その証明はどうするのかというと、真実を証明できる唯一の主体はカイロ大学が発行している卒業証書、また卒業証明書でありまして、これについては何度も公にしてまいったわけでありますし、この都議会においても、また記者クラブ記者会見などにおいても同様に公表して、もう説明をしてまいりました。また卒業生として衆議院時代も、また2022年これでしたか、カイロ大学に卒業生として記念講演を依頼され、そこでナセル講堂という大変大きな講堂があるんですけれども、そちらの方で在校生にこの講演も行わせていただいているということもあります。で、まあ、このカイロ大学の卒業の証明書そのものがですね、信頼できないというような話になりますとですね、そもそも論になってしまうわけで、で、カイロ大学が、じゃあ、その、証明をしても、そこに何か問題があるのかということについては、非常に不可思議でございますし、まあ、これ、欧米の大学でもいろんなケースがありますよね。でもそれと信頼できるできないというのは違いが出てくるんですかという話になってしまうのではないか、まあ、エジプトやカイロ大学に対しての信頼ということについての違いが出てくるのではないか、この辺を大変私は危惧をするところでございます。で、卒業証明、証書、壁に飾るような文、またその度に証明するような証明書など出しましても、その内容をめぐって、そのここが違う、あそこがおかしいなどという話がずっと繰り返し出てくるというので、その対応がなされるというのは当然のことだというふうに思います。
また大使館の声明文に係る経緯でありますが、これについてはやり取りありましたが、声明文はあくまで大学当局の意思で公表されたものとでございまして、私自身が感知しているものではありません。また前回もお聞きしましたけれど、皆さんもいろいろな大学など学んでこられて、その証明をですね、必要な時に出されていると思います。また額装されて飾っておられるかもしれません。それは誰が出すのかというと、結局大学そのものでございます。だからこそ私は何度も皆様方にこの大学を卒業している点、そしてまた証明書をですね取り寄せて、それをまた皆様方にお見せもし、今ネット上であふれてますよね、はい、ということで、ここにおられるマスコミメディアの方々それぞれ、支局などをお持ちの会社も多いと思います。で、多くの皆様方はすでにそれを問い合わせをされたからこそ、それをベースにして今やり取りをしているわけでございます。ですから何よりも主体はカイロ大学が私の卒業を証明をしているということでありまして、でその証明という話はずっとこればっかりが続いてしまうというのはあまりにも理不尽ではないのかなと。またこれがいつも選挙の前なんですね、ということも私は非常に困惑をしますし、逆にカイロ大学もなんでこんなに聞いてくるんですかねということはあちらも思っておられるのではないかと、このように思います。広島の安芸高田市長、石丸市長が都知事選に立候補すると、でそこで東京での一極集中を変えていくというようなことで立候補することを述べました。これについては、一極集中変えるということについて、知事はどう考えられているのかと、広島の石丸市長 SNS 等で人気だそうですけれども、その方の立候補についてはどう見ていらっしゃるか。すでに立候補したいという方は十数名いると伺っております。いろんな方がお手を挙げられるんだろうなというふうに思いますし、また一極集中ということについて、どういうご意見を持っておられるのか私よく存じ上げません。いずれにしましても多くの都知事選へのチャレンジャーがおられるんだという認識でございます。最後まで向き合って話すために仕事をしていきたいと改めてお伝えさせていただきます。言い忘れました。この夏新たに予定されている東京都知事選挙に憲法は挑戦をします。皆さんの教えまたよろしくお願いします。私はなんでじゃあ都知事に挑戦するのか。8年前は現職の知事はかっこよかった。だってそうでしょ、自民党の代議士でありながら都議会自民党を組まねえんだ、ブラックボックスを壊す、これはかっこいい、正直思いました。でもあれから8年どうでしょうか。東京都のお金一般会計だけで 8.5 兆です。洗いが上がるんじゃないでしょうか。私は 16.6 兆の基金をこの10年間追い続けています。私は官民ファンド、皆さんのお金を投資をされ赤字が膨らみ続けているものの10年追い続けて余ったお金を返した、間違っている A5 は潰した、当たり前のことをやってきた、この力を見させていただきました。ゴジラが登場するとか華やかな
の内壁、こういう事業あってもいいでしょう。でも問題は情報が小出しにされるんです。このプロジェクションマッピングに東京都は2年間で関連事業を含めて48億円使っている。これも都議会で議員が聞かないと情報公開されなかったんです。48億どういうボリュームか。国が1年間で子どもの貧困拡充対策をする予算、これは34億円です。国の日本中の子どもの貧困対策の予算が34億、プロジェクトマッピングは2年間で48億規模が分かっていただけると思います。じゃあどうするのか。私はこれは1年間
かがでしたか。小池知事や蓮舫氏はこの低たらくだとしても、それぞれ数十万票という組織票があります。その牙城を崩すことができるでしょうか。一方、本当の無所属として出馬する石丸氏の後援会はカラーを紫で統一し、左右に寄りすぎない石丸氏の思想を強く表すものとなっていました。この思想に都民は共感してくれるでしょうか。遠方から出るとか、接種支援を受けるでしたりとか、で、なしかはそのがなかった場合、まあ、その東京で、選挙活動するにあたって、まあ、後援組織団体でしたりとか、こうあるんでしょうかというのをお伺いしました。はい、政党の支援は受けません。無所属で立候補します。というのは、少し理由を説明すると、往々にしてこういう大きい選挙というのは国政の影響が強いわけなんですが、国政の代理戦争をしている場合じゃないというのが私の危機感としてあります。決して国政を軽んじるわけではありません。念のためお伝えしておくと、ただ今の与党野党、まあ、それぞれ主張があって、で今であるとちょっと野党の方が勢いがあるんですか、で政権交代だと言われてます。それは結構なんですが、政権交代してその先どうするんだろうと、一体この国を立て直していくのに何年かかるんだろうと、そこに巻き込まれてしまってはもう間に合わなくなると思います。変える変えないの議論が始められなくなってしまうので、あえてそこは距離を取らせていただきたいというのが私の考えです。ただそうすると、今ご質問の中にもあったんですが、選挙戦というものは非常に難しくなります。厳しい情勢になります。組織というものを持たない立場だからです。実際今政治家をやってはいますが、秋田赤田市長選挙に出た時の後援会というものは実質今機能はしていません。4年前の選挙の時に手伝っていただいたというところで活動は止まっています。なので改めて4年ぶりに、まあ、現地で主には東京都内、もしくは東京県、もちろん全国からでも構いませんが、手伝っていただける方を募集していくというのがこれからの動きになります。つまり、まあ、今の時点ではカチッとした、まあ、こういう組織とかこういう団体グループと一緒にやるとかってわけではなくて、まあ、これから募集していくというか集めていくという形でしょうか。はい、そうです。どこか大きな組織に頼りたいところもあるんですが、やはりこれはまあ市長をやってた時に実感したポイントで、特定の勢力が近くにあると政策の舵取りが難しくなると思います。で今回の話で言えば、ものすごくマクロの政策になっていきます。そうした時に、まあ、本来そうあるべきなんですが、是々非々というもの、これをしっかりとやっていく必要があるという考えですので、どこかの勢力に、まあ、組みしてもらうというのはなく、まあ、理想としては、まあ、草の根というんでしょうか、多くの方に興味関心を持っていただいて、東京都の方はもちろんなんですが、それ以外の方にもこの選挙、この政治に注目してもらいたいというのが私の願いです。ちょっと本質からもしかしたら外れるかもしれないんですけども、まあ、先ほど、まあ、一定の、まあ、政党に組みすると、まあ、政策が歪んでしまうだったり、でそれこそ知事、まあ、市長が、石丸市長も、まあ、政治のエンタメ化を掲げてらっしゃって、まあ、当然党会長についてもそういったエンタメ要素を、まあ、盛り上げていくかと思うんですけども、まあ、今回の、まあ、この都知事選にあたって、この選挙プランナーだったり、まあ、例えば、まあ、有名な方だと、まあ、松田薫さんだったり、そういった選挙プランナーに依頼されるご予定とかも、すでに依頼とかされたりしているのでしょうか。いえ、そうはなっていません。まあ、もちろんこの先どうしようかというのはあるんですけども、まあ、ただいずれの選択肢を取ったとしても、いわゆる
これまでの選挙にはしたくないというかしない方がいいんだろうなと思ってます。なぜならば今までの選挙を続けた結果つまんないな、興味関心が損なわれてきたんではないかという、これはかなりの疑いというかそこに原因があると考えているからです。そうではなくて本当に有権者の方を向いた、都民の方を向いた選挙、なんならそれを東京都外から全国から見てもらって政治に意識を向けてもらう、そういう機会にしたい、しなければならないというふうに思っています。ちなみにこれも誤解がないのにこれしょっちゅう言わないといけないと思うんですが、政治のエンタメ化というのは明言してます、言い切ってますが、それは単に面白おかしく茶化せばいいという軽薄なものではありません、断言しておきます。そもそものエンターテインメント、もてなすという意味です。ラテン語だったかな、内に入った状態を保つと、空間を保つという意味らしいんですが、もてなしの意識、その最たる例は本来政治であるべきです。しかしながら今の政治にそれがあるようには感じられません。それは一国民としてそう思ってますし思ってきました。であるならば改めて国民と向き合う、都民と向き合う、でその様をいろんな人に見てもらう、そこから政治の再建が進んでいくんだというふうに考えています。大丈夫ですか？はい、すいません、ちょっと追加なんですけども、今全国の人に見てもらうという形で、で、また都会に当たって、そういった方々から、協力を得てもらうということで、今、市長、すごい SNS との、マッチが、すごいあると思うんですけど、例えばその YouTube で呼びかけたりとか、そういったなんか具体的な方法とかっていうのは、YouTube の例えばの話で、YouTube でそういった協力を求めますとか、そういった呼びかけだって、なんかそういった具体的な戦略とかっていうのはあったりされるんでしょうか？具体的な戦略は今現在まだ持ち合わせていません。ただおっしゃった通り SNS、YouTube を使って、人を集めるというか力を借りるっていうのは基本の戦略になるかと思います。はい、全く基盤がありませんので、はい、それしかないというのが正直なところです。都知事選まだ候補者は出揃ってないんですが、前回6割の得票、比率を獲得した小池知事が出る可能性があります。野党も共闘して、それに対抗する候補者を立てると思われます。そういう強敵がいる中での今回の選挙戦の勝算、どのように考えているんでしょうか？勝算があったらそれほど楽なことはないですよね。こんなに記者会見力入れたり、昨日のイベントから戦略考えないです。出たとこ勝負でいくと思います。はい、ないからあの手この手を今講じています。全力を尽くすだけです。で、大事なのはしっかりと選挙をすることです。都民に十分な選択肢を提供する、でその中で都民が決めるだけなので、はい、何人出ようと出まいと私の役割というのはそれで十分なのかなという思いです。ありがとうございます。選挙戦、今までにない選挙戦をとおっしゃってまして、具体的にはこれからだと思うんですが、市長が交流のあるインフルエンサーの方を巻き込んでですとか、そのような、ことぐらいしか私は記事で思いつかないんですが、どのような具体的なプランがあるのかってちょっとアイデアを教えていただけないでしょうか？はい、やはり鍵となるのは情報の扱いだと見ています。なので今日皆さんをお招きしたところです。まずはマスメディア、そしてインターネットメディア、どっちがどうというものではなくて、両方とも今の社会において必要不可欠な存在です。それをフル活用して国民の意識を選挙に向ける、今までできてましたか？毎回終わってから投票率下がりましたってニュース報道されるじゃないですか。悲しくなりませんか？選挙の前にやりましょう。それ今回は投票率上げるんですよ。爆上げにしましょう。でその結果選ばれた都知事だったら当然文句もうないですよね。これがいいんだって言って、ただ今までそうなってたんだろうかと、で選択肢が十分に提供されてたんだろうかという思いが有権者としてあったので、
誰もやらないんだったら自分がやってみようというふうに思いました。なので情報をうまく扱う、でそれは東京だけに限らないです。全国民の意識を東京都知事選に向かわせたい、そんな思いを描いています。ありがとうございます。今日なんでネクタイ紫なんですかとかなかったですね。気にならなかったですか。今まで緑でやってきたんですよ。前回の選挙の写真も緑で、まあ、緑をねつけること多かったんですが、もろかぶりじゃないですか。政党に都民ファも維新は黄緑か、でもそっちとかぶってしまうので自分の好きな色だったんですが、今回諦めました。で代わりに何がいいかなと思った時に、あのサンフレッチェじゃないんですよ実は。たまたまサンフレッチェと一緒ってのは自分の中で嬉しいんですけど、あの赤と青を足した色で紫にしました。その国政政党、大きな政治の動きで右か左かという議論があります。まあ、アメリカなんか分かりやすく赤と青ですけども、はい、そこに縛られるんではなくて、もっと大事なもの、それを右も左も合わせて実現していく必要があるという思いで紫というものを選んでみました。なんかあの僕の期待通りの反応で、ネットの界隈で、ね、右か左かみたいな、それぞれがなんかディスり始めてるっていう現象が起きてます。あの大歓迎です。むしろそうやっていろんな方が、まあ報道はありますよ、やりすぎるのはもちろんダメなんですけども、ただ関心持ってないよりかは100倍マシです。でこれまでそうなるようにいろんな発言をしてきました。右に寄ったり左に寄ったりで、実際じゃあこの人間が右なのか左なのか判定できないと思います。なぜならば自分の中に両方あるからです。多くの日本人は右か左か、ね、この両方100-100だとしたら、だいたいこの中間の、ね、バッファー30ぐらいで揺れてると思うんですよ。プラスマイナス100だとしたらプラマイ30ぐらいで、それが実際の社会であり私個人においてもそうです、ね、なんかあのなんだっけな、百田尚樹さんの小説僕すごい大好きですけど、あれ好きだったら、ね、全員保守なのかならないですよね。で違う本好きだったら、ね、そうなのかって、あのその左右を議論するのは結構なんですが、極論によりやすいのでちょっと落ち着いた方がいいんだろうなと思います。たった一つの軸で評価できるほど人間って簡単じゃない、社会って簡単じゃない、もっともっと複雑なものなので、その複雑さを改めて意識してみるのも必要なのかなと思って、こんな紫のネクタイになってます。はい、あでもサンフレッチェの色と一緒ってのはいいですね。他はじゃあよろしいですか。では以上で記者会見を終了します。どうもありがとうございました。いかがでしたか。今後講演会がどのような活動をしていくのか、当チャンネルでも注視して見守っていきたいと思います。さて皆さんはどう思いましたか。コメント欄で感想を教えてください。またこのチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。